めめだよ。今回は鉱物についてお勉強します。どう、緊張しなかったよね？いやでも緊張したよ。ほー、うん、ほーしたの？二人ともおしゃべりが強いから強いからすごいなって思って見てた。二人とも、うん、鉱物って、うん、今回のテーマ聞いて何か思うことありました？取る前、鉱物ってなんかその鉱物じゃなくて好きなものだと思った。ちなみに琴音ちゃんの好きなものは？焼肉。じゃあ焼肉の会でした。焼肉の会、今回は焼肉の会でした。イエーイ。みみみはどう思った、うん、鉱物なんかなんだろう、みみみ的にもっと大きなものをこう紹介するのかなと思ってたんだけど、そう、なんかあんなにこう持って運んで紹介できるものなんだってびっくりした。うん、特に印象に残ったことを意味深にふわっとお話しできる方はどうぞ。まあ乙女の口からはちょっと語りづらいものをね、かるかる、たくさん紹介していただいたのではい、メイたちの口からどんな言葉が口走られるのか言えませんわ。とてもとても言えませんわというところが見どころでございます。ちなみに今回の先取りコマド情報は、なんと今回講師にお越しくださった方の家族のプライベート事情が覗けちゃうかも。あらやっぱさ、家族に紹介するって相当だと思うの。うんうん、そうだね。ということで、今週木曜日は超人女子戦士怪獣